ラッピーラッピー、ロッピーは全国のローソンに設置されている各種グッズ販売やチケット販売、保険への加入、クレジットカード、公共料金の支払い代行、消費者金融の返済などを代表とするオンライン取引を行えるマルチメディアキオスク端末である。本校では2012年秋からは全国のミニストップに順次設置されている。 ミニストップラッピーについても記述する。1997年9月から1998年2月までの間にローソン全店に導入された。初代開発は IBM が担当。インターネットや電話でのチケット予約や、ポスシステム、携帯電話などとも連携し、リアルタイムで取引を行えるのも特徴である。ちなみに、ラッピーとはローソンオンラインショッピングの略称である。 それまで物販、弁当、飲料、日用品などが主体であったコンビニエンスストアにコンサートチケット、旅行券などの情報商材の販売という新基軸を取り込むことを目指して設置されたインターネット技術を活用したインターフェースを実装し、地方自治体の行政サービスなど従来の流通業の枠組みを超えたサービスを全国一気で展開し、 コンビニエンスストアの情報インフラ化の講師となった。端末には受話器が設置されており、問い合わせ。3代目最新機種では、画面右上に表示の項目をタッチし、受話器を取ることで、ローソンカスタマーセンターに問い合わせができる。通信状況は画面上に表示される。二千二年八月十一日までの初代機種では、任天堂のゲーム機である、スーパーファミコン。 ゲームボーイ用ソフトの書き換え、サービス、ニンテンドーパーを実施していたが、利用者が減ったため廃止された。サービス終了後も2代目の途中モデルまで、書き換え用カートリッジを差し込むスロットが残っていた。また、新機種3代目導入前に開店した、新店舗の端末にもスロットらしきものが存在したが、カバーがされていた。2009年、ラッピー端末を新機種、3代目に、 順次入れ替え、IC カード、ファリサリーダーライター、バーコードリーダーが取り付けられているほか、画面のレイアウトが大幅に変更されている。また、処理能力が大幅に向上された。ただし、置き換えに伴い、とと、デビット決済のメンテナンスを理由とした休止、取扱終了の措置が実施された。2012年秋から全国のミニストップに、 ミニストップラッピーが設置されたが、ローソン設置のものとは、取り扱いサービスが一部異なる。ローソンに、設置の、ラッピーのみで取り扱うサービスについては、お付きする。グループ会社のローソン HMV エンターテインメントが、自宅販売している、コンサートライブスポーツ観戦など、L コードが不番されたチケットの購入や、事前に予約したチケットの引き換えが可能。 2010年12月に、レコード販売店の HMV ジャパン、現、ローソン HMV エンタテイメントローソンが、買収したことに伴い、2011年7月15日より、HMV ラッピーとして、サービスを開始。HMV の大型店舗に匹敵する、約25万タイトルを取り扱っており、HMV の店舗が出店されていない地域でも、注文、受け取りができる。また、 商品によっては、HMV と同等の限定特典がついたり、限定グッズ付けのセット商品や、限定商品も存在する。同年12月からは、ローソン HMV エンタテイメントが運営する、エンタメ総合サービス祭、ローソン、ホットステーション、エルパカの全面リニューアルに合わせて新設された、書籍部門、エルパカブックスの立ち上げに伴い、ラッピー向けサービス、 エルパカブックスラッピーを開始。専用ボタンが HMV ラッピーとの兼用となった。なお、後術するエンタメカタログにも発売前の予約商品を中心に CDDVD ブルー例ゲームソフトも掲載されている。店頭に設置のエンタメカタログ毎月1日発行からラッピーで注文手続きを行い、発券した申し込み券をレジに提示して、 代金を支払い、後日、代金を支払った店頭で商品を受け取る、携帯である。2004年より、スポーツ振興区時、トトの発売開始。2005年までは、トト特別会員、トトデビット会員への会員限定サービスだったが、2006年からは、一般発売も行っている。IJTB 旧ジャドブタ取扱いの旅行商品の代行を取扱いを受け付けている。2001から2002年頃までは国内、海外のパッケージツアー、国内ホテル宿泊予約、国内旅行保険、JI 障害火災保険の契約、支払いが2004年頃までは ANA ジャルジャススカイの国内先行券の時刻、運賃の比較購入や海外旅行保険の契約などのサービスが存在した。 他に、楽天トラベルが取り扱うツアーバスの空席紹介、予約、乗車券購入が可能。また、ウェルネットの MMK 用収納代行システム、払いを扱いによる高速バス路線の予約済み乗車券、回数券、一部バス会社のみ購入もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。